奇跡の人は、1998年10月12日から12月14日まで、日本テレビ系列で毎週月曜22時22時54分に放送された、読売テレビ制作の連続テレビドラマ、主演は山崎正義。全10回、交通事故に遭い、脳死状態だった相馬克美が奇跡的な回復を遂げる。そんな克美が、足立安子との出会いで、 過去の記憶を取り戻してゆくが、原作は、シンボ一の同名小説であるが、ドラマの内容はこれをもとにした、オリジナルストーリーであった。テレビドラマ化の経緯について、シンボは著書、夢の工房の中で詳しく言及している。それによれば、ドラマの企画書を読んだマホには、それが、原作の設定だけを利用した、別のドラマとしか思えず、許諾を与える気にはなれないでいた。 ところが、シンボの知らないところで、出版社と読売テレビとの間で、テレビドラマ化の話は進み、シンボが事態に気づいた時にはすでに制作が、かなりのところまで進行してしまっていた。実際に制作に関わっていたスタッフやキャストに、責任はなく、そうした人々に迷惑をかけることを良しとしなかった。シンボは、原作を元にした、オリジナルストーリーとのテロップを入れることを条件に、 テレビドラマ化を容認した。初回のみ15分繰り下げ15分拡大。また第7回は、今世紀最後史上最大。アメリカ横断ウルトラクイズ第2夜のため30分、繰り下げ。ありがとうございます。